えこれからあこのご本の著者、えー、日本国憲法の誕生をお書きになられました古、えー、関正一先生にお話を伺いたいと思います。古先生よよろろししししくくおお願願いいいまますすたですからアメリカも含めてあの昭和天皇に対して、えー、何らかの形でその戦争犯罪を認めるべきだ。うん という考えはアメリカの中でですらあったわけでそれ以外はオーストラリアにしてもえありましたしニュージーランドにしてもありましたしえそれ以外の国もあったわけですあのさあいろんなところで資料が出てきたようですけどマッカーサーは昭和天皇がひ一言では好きだったやっぱすごく高く評価をしていたってことは言わざるをえないだろうと思います。 えー、小さな頃天皇というのはあの生物学者であるとか、うんえー、というふうに聞いてきました、うん、でおよそこう軍人としてものすごく才覚があるとか、うん、政治家として素晴らしいとかって思ったことは全くありませんでした。ですけれども資料が出てきてあの天皇とサーは十数回 会談をしていますけれどもそういうものがもう出てきたようでそういうものを読んだ方々からが言っていることは天皇は大変な軍人であり大変な政治家であるとマッカーサーは完服したと言っているほどですよね。本人の退位だけではなく皇室を辞めさせさいにおっしゃいますね。 いや、極東裁判で、ええ、あの死刑にしろというような声までも含めて、ええ、裁判にかけようといろいろせ責任を追及すると、はいいくつかあったわけですねそれぞれいろんなことをもう言っていたわけですねですから何とか、えー、それを避けるためにどうするかというとやっぱりその天皇を残して、えー、かつ、えー、戦争責任を問われないためにどうするか。うん って言って出てくるのはそのためにはいや天皇は戦争しませんそれからあの、えー、国政には関与しません、うん、ということでですね一切その政治の外にいるまさに象徴である、うんうん、でまあなぜ象徴という言葉を使ったかっていうのはまあ,あの今日は話が長くなるといけませんから、うん、まあ簡単に言えば、はい、本来 日本は明治憲法で初めてですねその統治権の騒乱者と言ったわけだけど絶対的な権力があるということですよねその前は権威はあっても権力はなかったわけですかえ、私がマッカーサーが実際言っているのを見ますとですね彼はやっぱ軍人ですよ決して平和主義者ではないですよ。 だから戦争の放棄っていうのを並べましたけれども、うん、なはずないですだってその後そ、ね、日本国憲法を作った後、えー、その次朝鮮戦争になったら原爆を落とせって言ったわけでしょう。うんはい、彼はまさに軍人であってそうするとこ,のこれからはソ連が日本に攻めてくる可能性もあるどうするかっていうんでいやしかしこれからは空軍の時代である、うんうん、それを考えれば。うん 沖縄というところを完全に要塞化して残しておけばそこに、えー、空軍米軍の空軍基地を作ればそこからビューッと本土にしても時間的に十分間に合うだったらその戦争を放棄しても大丈夫だということで救助ができたとしか思えないうん、うん、私から見ると。うんうん まあ皆さん、ね、あの国防軍のことだけおっしゃってます、ええ。そうなんですよね。だけど僕が、はい、あのこれが地味とですね。<ー>はい。そうですね。はい、あの僕が一番気になるのはですね。はい、あのそれはあの。 研究するっていうのは何でもそうだと思うんだけどこういうその政府の文書、まあ、これは政府の文書じゃないかもしれないけど、うん、こういう文書がある場合に何をが書かれているのかということと同時に何が書かれていないのかということも私は大事だと思うんです。で、えー、その国防軍が書かれていて、まあ、勇ましいことをいっぱい言ってます。十三条天皇は戦戦いを戦し、ね、和を行し和 えー、諸反の条約を締結そうです、ね。これはあのですからあそれはね戦って呼んだ方がいいと思います。あ戦って言うんですか。はい、天皇は戦を戦しと和を講し諸反の条約を締結するということですね。すね大事な、はい。和を講ずるというのはああって戦を戦するというのは戦争復興をする。を和を講ずるというのは講和をする。すね、日本は平和とは言いません。あの講和だから講和解っいうでしょう。はい。というふうになってます。はい、でこれはあの。 当時は明治憲法は天皇は、えー、国家元首でしたからそ,、ね、その権限を持っていすな、はい、ないんですよないでよしょうないというのはあのこの今の13条に相当するものはない日本国憲法はそもそも宣戦しないことになっているからだけど今度は戦争するというわけですから、えー、あるとすると。 おかしいね,ね。っていう話になりますね。はい、海鮮条約っていうのはえー、その戦争をする場合にはですね。ええええ、最後通牒とかうん、うん、そういうそのもので、文書で相手の国に伝えなければならないうん、うん、と書いてあるわけです。ですから、まあ、例えば私たちの経験で言えば。 あの私たちは、えー、そのアメリカと戦争をする場合に千九百四十一年ですか昭和十六年十二、うんえー、月八日に開、えー、戦宣言を天皇が開戦宣言をして戦を戦して、うんえー、それで、えー、あワシントンに、うんえー、送りました、うん、とあ<の>僕は思ったんです大テロ戦争かでなんかテロ行為しかないですねでそれあのあれですよ。 ほらご存知のように満州事変とか、はい、あ,あれは戦争って言わないでしょ変事変でしょ、はい、あれはまさに国家事変ですよ明治憲法の言葉で言うと、えー、その国家事変という言葉がありますけど、うん、戦時もしくは国家事変という言葉がありますけど、うん、戦争をする場合あるいは国家事変内戦とかですね、うん、内乱とかっていうものを国家事変と言います、うん だからあれはあれはあのなんで満州事変かというと国際法上のそういう手続きをしていないで戦争をしたので満州事変日華事変と言ってるわけですノモンハンもそうですか。そうですね。そういうことです。ねだからあれは事件っていう。そうです。そうですね。言ってるわけですよ。面白いですね。面白いっちゃいけない。でそれだの事変だろうと本当は大戦争だったりするのに大変大きな戦闘だったのに戦争ではない。その通り。誤にしてしまう。その通り。です ナショナルセキュリティナ、はい、ナショナルというのはあのもちろん国土とかそういうのもあります、はい、それから国家権力もあります、うん、だけど国民もナショナルですからねだから例えばその今の,あの安全国家安全保障というのは国民のことはさておいて,てお国の,その軍事力とか、うん、え国家機構だけを守る。うん 今回の,あのあれですよ、ね、自民党の改憲案もうなんかそんな感じがしてならないんですけれども沖縄の人なんかから見たらまさにそれだと思います,す、ね、何がナショナルセキュリティですか、うん、自分たちは全く犠牲にされてうん、うん、それでその米軍がこの抑止力を守るためにとやってるわけでしょう。これはどう考えたって国家機構を守るセステイトを守るステイトセキュリティですよ。